片付きましたね。今回はやっとすっきりさせてもらったぜ。ところで、ダーリン。いや、今回は俺一人で片付けようと思ってたのにな。バルバラって子にいじめられたかったのかしら。いや、とんでもないっすよ。本当ね、姫？チョロ、私は姫じゃありませんわよ。おや？口調が変わってきてませんか？私のことは姫じゃなく女王様とお呼び！このマジックリバーは別名、聖なる光の川と言われているそうです。話には聞いていたが、まさか空を流れているとはな。しかし、あのバカにかかりゃ、聖なる光の川も単なるフィッシングポイントか？いつもみたいに女の子釣らないだけマシかも。お、ヒットヒット！こいつはでかいぜ！マジックリバーには数多くの信仰や言い伝えがあるそうです。きっとあの草舟も何かのおまじないなのでしょう。ロマンティックですわね。川上には何かあるの？上流にはマジックリバー最大の伝説に生きる人々が暮らしています。マジックリバー最大の伝説って？霊石流しの儀式です。ああ、昔ビッグマムから聞いたことがある。あの霊石流しね。ビッグ
話してくださいよ。そうですわね。それではマジックリバーに伝わる霊石流しについてお話ししましょう。まず川の上流から霊のこもった大きな石を流します。長い年月をかけ、その石はマジックリバーを流れていき、光の水と川底に削られて、次第にその形を変えながら下流に向かって流されるのです。そしてその石の形がもしも人間と同じ形をしていたならば、石には生命が宿り、この世のすべての不幸から人々を解き放つ、そう、救世主が誕生すると今も言い伝えられています。どうです、面白いお話でしょ。なんだかすごい伝説ですけど、本当なんですか。さあどうかしらね。でも川に流した石が人の形になるなんて、そんな偶然そうそうあるとは思いませんよね。伝説やフィクションとは、その物語とは違う真実を持っているものです。でもそんなインチキ臭い伝説を信じてる人、気の毒な気もするけど。今でもその言い伝えを守っている人々、川上から霊石を流すのがリバートップ家の人々、そして川下で霊石を拾うのがマリンサイド家の人々ということです。案外あのお船は両家の愛のメッセージかもしれないわね。ますますロマンティックですわね。ところで皆さん、これからどうします？せっかくだから川で遊ぼうぜ。キャロったら、いつまでたっても子供みたいなんですから。せっかくの休みなんだぜ。でもダーリン、私たち水着持ってないのよ。俺は水着なんていらねえぜ。な、見てくれよ、マロ。釣れないぜ、マロ。さて、では伝説の儀式を見物に行きましょうか。メイリーナ、すごいですわ。おはん、我がリバートップ家では代々数えてすでに108,253回の儀式を取り行うた。ふえ、108,253回ですって。で、そのうち救世主様は何回くらい現れたんですの？この
乱れし不幸な世を救うため神は必ず現れる。それはそうとキャロ、さっきから話も聞かずに何をしてるんですの？なんだろう、これは。なんでもいいや、可愛いからもらっちゃった。こら、何をしておる。これは何かな、なんて思ったりして。それは川下に住むマリンサイド家のご息女メリーナ様じゃ。メリーナ様はいわば巫女。巫女？チャーンス！巫女じゃ、巫女。救世主様が生まれた時に己の人生を捧げ尽くす大変重要な役目なのじゃ。神様と結ばれるなんてロマンティックですわね。私にはダーリンがいるからいいけどね。私もですわ。あら、ティラ、あんたもダーリンが好きだったの？でも、もし救世主が誕生しなかったら、このメリーナっていう女性はどうなるんですの？巫女たるもの、人の世の愛は許されぬ。メリーナ様は清らかなるままその生涯を閉じるであろう。私を本気で怒らせたわね。ダーリンが怖がるからあんまり見せたくなかったんだけど。